EMS と運動を掛け合わせたハイブリッドトレーニングで腹筋、脇腹、背筋を余すことなく鍛え抜くパワースーツコアベルト登場。EMS と運動を掛け合わせたハイブリッドトレーニングで腹筋、脇腹、背筋を余すことなく鍛え抜くシックスパッドからジェルシート不要のパワースーツコアベルト登場。今日のまあサッカー選手とかボクサーの連中がまあ自分の試合のために体を作るのと同じようにミュージシャンのステージっていうのはこんだけのことやっぱやらないとできないんだなっていうのをちょっとアピールしたんですよ、はい、決して性的なものでなくて根本的な動的な要素と肉体のフィジカルをきちっと鍛え上げたのがやっぱ静寂をやったりとか動をやったりとかっていうものができるっていうのはそれを見せられたんですよ。でもね僕もねいい機会を与えられたと思ってで、まあ、いつも体はケアしてるんだけどやっぱりこういう目的があるともう完璧にやりたい方なんで、まあ、いい機会が与えられて、まあ、どこまでできるかっていうのも、ね、目標もできたしね、ちょっとランニングに気をつけたくないしさ、まあ、絶対しくじれないと思って、この CM を見てですね少しでも多くの人に元気になってもらうようにしたいなというふうに思います。ナウンサー原野、よろしくお願いします。これ持ってやっていただけますかね。で、上げてキープ でまたちょっと下ろす。よーい、スタート。うん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 、ありがとう、ありがとう。カメラはいいですね。じゃあテストテスト、はい、よーい、スタート。もっとキープのままでいいよ。そうですね、最後降りないで、そうだね、タラちゃん、はい、よーい、スタート。はい、勝った。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、昨日できなかったことが今日できるようになったり、今日できて明日はできなかったんだけどその分違うグラム数上げてできたとかさ、毎日毎日自分とこう重いものと向き合いながら1個でも1キロでも1回でも昨日の自分を超えていくみたいな、そういう自己確認ね、俺はやれたというそういうものはこう自然にこう喜びに変わるんじゃないかな。こう自分の世界観の中でにまっとこう、よし今日はこれでいいってなんか納得する。日々日常生きてて何もその考えないよりも考えられる時間があるってことは幸せだと思うね。1,2,3,4,5,6,7,8 よいしょ、ありがとう、ありがとう、オッケーです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、オッケーです、ありがとうございました、
days, remember the days. Don't let nothing else go bother your way. Today's the day, take action. Reborn, なんとでも Reborn, 生まれ変われるさ Reborn, 人は何度でも Reborn, 生まれ変われるさ。トレーニングは積んできたんですが、なんせやっぱり、社長の命題だったので、それから皆さん代表するシックスパッドっていうこともあって、本腰入れて、絞り始めました。でなんとかまあここまでこぎつけて皆さんとこの前で、まあ、お披露目することになったんですけど、やっぱ本気の現場っていうものを僕も、ずっと何十年もやってまして、素晴らしいスタッフに巡り合えてですね、本気の現場で命を削ってやらせていただきました。ありがとうございました。